こんにちは、粟田洋介です。今日は水彩用の紙にグワッシュで絵を描いていこうと思います。これがこれから使うグワッシュです。で、このケースは小学校の時に釣りの時に使っていたルアーケースです。紙にマスキングテープを貼って、これで描いていこうと思います。絵が出来上がりました。この絵は大きい犬と小動物というタイトルにしました。なんか動物を描くときは
犬も2匹ずつ、ウサギも2匹ずつ、猫も2匹ずつって感じで、なんか2匹ずつを入れて、1匹だとかわいそうなので、結構いつもそういう風にしてしまいます。それからこのグワッシュ透明水彩絵の具のことらしいんですけど、なんかこの間画材屋さんでガッシュ、パッコ、不透明水彩って書いてあったのね。グワッシュも何十年も使ってるんですけど、ああ、そういうことだったのかって思いました。なんか昔使ってたグワッシュが固まっちゃったので、なんかちょっと何年も使ってなかったんですけど、久しぶりに画材屋さんで見つけて思わず買ってしまいました。普通の水彩絵の具よりもグワッシュはすごい色彩とかもバーって、ね、強くてとても鮮やかなのでとても気に入っています。というわけで今日はグワッシュで絵を描いてみました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。